こんにちは、市役所です。続いて後半は、新しい介護予防日常生活支援総合事業について長寿福祉課の松本さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、この新しい介護予防日常生活支援総合事業とはどんな事業なんでしょうか？はい、介護予防日常生活支援総合事業を省略して総合事業と呼んでいます。はい、この総合事業は市が地域の実情に応じて多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを応援することによって高齢者の日常生活における自立を支援することを目的として実施します。なるほど。高齢者の方がいつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らすための事業ということなんですね。ではこれいつから始まってどんな人が対象となるんでしょうか？はい、平成29年4月1日からスタートし65歳以上のすべての市民が対象です。わかりました。具体的にはどんなサービスが利用できるんですか？はい、要支援1、2あるいは事業対象者の認定を受けられた人は生活機能の維持・向上を目的とした介護予防生活支援サービス事業を利用することができます。はい、サービスの内容は今まで介護予防サービスとして提供されていた訪問介護、ホームヘルパーによるサービスや通所介護、デイサービスに相当する現行相当の訪問型サービスと現行相当の通所型サービスを利用することができます。はい、また東大見市独自のサービスでは通所型サービスの中で短期集中予防サービスを実施することになりました。これは3ヶ月から6ヶ月間の短期間に運動や栄養、認知症予防などの改善に向けたプログラムを受けてもらうことによりまして自立した生活を送れるように支援するサービスです。はい、次に生活支援サービスについては民間企業や NPO、ボランティアなどによる高齢者の見守りや配食サービスなど地域で自立した生活が送れるような支援を紹介します。はい、これらのサービスの利用については担当のケアマネージャーと相談しその人に合ったサービスをご利用いただけます。なるほど。もう一つ、総合事業の中には誰もが利用できる一般介護予防事業があります。それぞれの自治会などで開催されているサロン活動や自主的に高齢者の人が集まって運動などをされている活動もここに含まれます。はい、この総合事業がスタートしたことによってこれまでよりもサービスの選択の幅が広がりますよね。はい、ではこれ利用するにはどうすればいいんでしょうか？はい、まずは福祉総合支援課または各所にある地域包括支援センターにご相談ください。はい、職員がお話をお伺いし何らかの支援が必要と考えられる場合は要支援1、2あるいは事業対象者の判定を行います。わかりました。では今現在要支援認定を受けて介護保険サービスを利用している人は何か変わるんでしょうか？はい、事業の枠組みが変わる以外は大きな変更はありません。はい、現在ホームヘルパーによるサービスやデイサービスを利用されている人は同様のサービスを同程度の料金で引き続き利用していただけます。はい、詳しいことは福祉総合支援課または各支所にある地域包括支援センターまでお問い合わせください。わかりました。こんにちは、市役所です。後半は新しい介護予防日常生活支援総合事業について長寿福祉課の松本さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。